アンコールコーナーやって。眠たいね。めっちゃ。なんか食べて車乗ったら眠くなるやな。あんまり眠い。てかカズキさんめっちゃ髪の毛暗くなったくない？え、乗った。やんな。多分ずっとこの色やったのになんかいきなりめっちゃ抜けてめっちゃ明るくなったのもあってめっちゃ黒くなった。うん。染めたら。めっちゃ綺麗な黒。ありがとう。でもなんかさ黒じゃないねんけどなんか多分いきなり暗くなったからめっちゃ黒に見えんねん自分で。めっちゃ黒に見える。そう。色素入りましたみたいな。そうやね。そうやね。このなんか美容師さんとかにもこの色の方がカズキって感じするって言われた。見慣れすぎてみんな。黒の印象が。そう今日よく淡路島やから玉ねぎヘアにしてきてるやんか。そういうことやった。そう。そうやねん。でもな、うん、やってたらさ妹に「お姉ちゃん下手くそやで」って言われてなんかあのいい玉ねぎにしてもらった。あ、姉ちゃんやってくれたい。そう、かわいい。そうでなんかさその時に喋っててんけどさ、うん、昔さ、うん、こう例えば髪の毛こう片方にこうやって寄せるさ、うん、髪型あったやん。あった。あれさ、どこ行った？もうなんかあのなんか最近な、うん、TikTok とかで自分でできる運動会ヘアみたいなやつが持ってきて、うん、なんかここでやる。ここか。あ、あった。ここ横ボディみたいな。出てきたで。マジ？うん、あるんや。あった。計算するんや。そう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 。なんかそれは、うん、可愛い。上手い人がやってるの見て可愛かった。なんか多分あの時カズキらモリモリみたいな感じだったやん。え、そう。なんかアイドルとかもバーンみたいなやつだもん。持ってはないけどなんか可愛かった。うんなんかそう昔の髪型やってみたシリーズやっとったらって言われて頭のてっぺんでポニーテールとかな。そう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 、マジでモームスがやってる髪の毛をずっとやってた。やってた。めっちゃやってた。 なんかこの間な友達の結婚式行く時に、うん、なんかポニーテールを3つに分けて下2つは普通に三つ編み垂らして、うんうんうん、でもう1個三つ編み作ってこう根元をぐるぐる巻いて、ね、あのカチモリみたいにこうピッてやっとってんけど、うん、なんかそのポニーテール2個を垂らしてんのが太さは全然ちゃうねんけど、昔辻ちゃんがやってた髪型を自分の中で思い出した。ここ1個くくってちっちゃいポニーテールこう、うん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 、あれを思い出した。めっちゃやったな。モームスの髪めっちゃやってた。何を参考にしてたって。モームスを参考にしてたわ。だからなんかここら辺のやつもモームスやしみたいな。やったやった。そうそう、思い出したもん。ここにこうやってやってる高橋愛ちゃんのうちわ持ってた。あったサンバイザーとかさ持ってた。サンバイザー、サンバイザーまでどこ行ったなんかかぶってたよな。かぶってた。あのなんかレインボーみたいなサンバイザーな。今街にサンバイザーかぶってる人とかおらんよな。おらん。あのゴルフとかする人だけだけやんな。そうあと何してたやろ。消えたものシリーズ。なんかでっかいボンボンのついたゴムあったはめっちゃ持ってたけど。めっちゃ持ってた。消えたな。消えたな。なんかほんまにファーみたいなやつもあれば硬い丸みたいなやつも。あったあったあった。最近の子つけてないもんな。最近の子ってか多分どんだけ遡っても尽くしたんカズキのだけそっか、うん、みんな玉ねぎ収穫してる。ほや頑張れ頑張れ。最後の一息もうすぐ終わるねんな。な、そう玉ねぎ収穫したいな。そうカズキの友達が玉ねぎ農家で淡路島でな。行きにさ動画見てたらヤバいぐらいでかかったよな。すごかった。えもうこんくらいやった。ほんまにそう1キロ玉ねぎやった。うん、だからめっちゃ美味しいね。来年やな。来年なんかほんまに今イラカの満足度がすごすぎて、うん、眠たい。眠たいよな。ご飯も美味しかったし、ジェラートも美味しかったし、美味しかった。イルカ可愛かったし。可愛かった。わーってなってる。なってるUV のダサい感じが来たまんまやった
サーターだったかな。でも、マイキャブラッドレンジ。もう、絶対持ちまして。イルカの。イルカの5時までは再入場できるらしいです。無理じゃない？そうやんな、そう炭酸やからあんまり振られへんねんけど、この果実感がすごいな、これ。おいしい、うん、おいしい。パフェを食べに来ようと思ってんけどな、思ったパフェがなかった。そう、イチゴの季節が終わっちゃったって。めちゃご機嫌にな犬がそこで尻尾振ってんねん。でもあったの、その先に偽物の犬見て本物ですかって言ったから。でももう一回さ、アイス食べる行く。そう、なんかどこもジェラートがあるんだけど、また移動して違うアイス屋さんに行くことを見越して相談した。ジェラートがいい、ジェラート、アイス、ちょっとアイス屋さん探すわ。かわいい、めっちゃかわいいし、チョコもかわいい。かわいい。あれ、チョコとかあんで、これ。え、見て、ヴィーガン玉ねぎクッキー。美味しそう。さっきなんかあっちのなんかテントウムシのとこでチョコ、はい、ビーガンチョコとビーガンクッキー、玉ねぎクッキーを買いました。美味しそうやったし、可愛かった。え、いっちゃん安いやつ買ったけどブラックのチョコ。でも結構入ってるやん。結構入ってる。そう、結構入ってて、なんかそう、豆乳とかアーモンドミルクとか、うん、かわいい、めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。私らの髪は終わってるけど、待って、だからどの写真撮ってもマジでボサボサ。ボサボサ。レモンバーガー。ちょっと今は食べられへん。レモンバーガー。うん、レモンバーガー。出た、かき氷。あ、かき氷、やばい。見えてるかな。かき氷。え、でもさ、ちょっと閉まってる、あ、風が強いから閉まってるだけ。出るかな。か、もう無理なんかな。でもさっきのさ、あ、もう5時や今。お洋服屋さんみたいなの見てんけど、それはカズキが出たら閉められた。あ、クローズってなってる。あ、ほんまや、5時までなんかな。でも営業中か。営業中、どっちやろ。頼んだらくれるとか、うん、どっちやねんってなった。まだ今日はさ、風だけやからあれやけど、ここ雨降ったら終わりやな。終わりやし、あの暑すぎても絶対しんどい。うん、まだ UV カーディガン脱がれへんから、うん、無理。でもお天気が良かったらほんまに最高。最高やと思う。目の前海やし、めっちゃいい、うん、あ、海側と山側のレストランがあるのね。なんかいっぱい、結構本格的なやつ多い、ね、なんかどれもさ、すごい
美味しそう。フードコートって言ったけど、フードコートのレベルを、あ、タコ、アナゴ、レベルを超えてる。うん、なんかがっつり系やから、そんななんか半熟とかではないかな。ないな。ほんまに、お昼とかに来たら、うん、ちょうどいいかも。チュロス。チュロス。あんまデザートなくない？ない。ないな。もしかあると思った。チュロス。チュロス、今のところチュロスと、あ、アイスがあったっけ？ティラミスアイス。で、またまたバーグ。あ、アイスある。アイスある、ほんまや。あ、でも不在。不在。くそ。不在。開いた。開いた。聞こえたかもしれへん。くそとか言ったから。開いた。あ、でも臨時休業。終わった。終わった。終わっちゃった。